洗浄皮膚炎は、急収性皮膚炎としても知られる、皮膚炎で、昆虫目コレオプテラ、パエデラス属に属する、羽隠しの血球に接触して起こる皮膚の炎症である。他にも、蜘膜炎、ムチ打ち皮膚炎、ナイロビハイ皮膚炎、などと呼ばれている。羽隠しは、噛んだり刺したりしないが、誤って、撫でたり押しつぶしたりすると、皮膚の炎症や水ぶくれを起こし、強い水ぶくれを起こす。 化学物質を含むコエレミック液を放出させる。羽隠しの種によっては、ペデロネやサダピーデリを含むいくつかの類似した分子の一つであるかもしれないが、コエレミック液中の活性成分は一般にペデリンと呼ばれ、ペデロネとサダピーデリを含むいくつかの類似の分子が含まれる。水膨れ虫皮膚炎は土半妙のカンタリジンによって引き起こされる。 様々な皮膚炎をより適切に表現する用語であるが、羽隠しによって引き起こされる皮膚炎を表すために使用されることもある。羽隠しの大きさ昆虫と接触して一度ペデリンが皮膚に付着すると皮膚の他の場所にも広がる可能性がある。二つの皮膚領域が接触するキスまたは胸臓病変がよく見られる。羽隠しとの接触が発生した場合は、 石鹸と水で手と皮膚を洗うことが強く推奨される。ペデリンとの最初の皮膚接触は即時の結果を示さない。しかし、12から36時間以内に赤みがかった発疹が現れ、水泡になる。炎症は2から3週間続くことがありる。ペデリンは最初の接触後、無意識のうちに目や生殖器などの体の他の部分に移っていく可能性がある。 東アフリカでナイロビガンとして一般に知られている結膜炎は目が侵された時に発生する。ある研究ではステロイド外用薬と蛍光抗ヒースタミン薬及び抗生物質を組み合わせた治療レジメで最良の結果が報告された。著者らはペデリン酸性細菌による皮膚の汚染の可能性があるため抗生物質が有用であると仮定した。 羽隠しの三つの異なる属は全て同じ赤、パエデリナに含まれ、急進性皮膚炎を引き起こす可能性がある。この刺激物は、ペデリンと呼ばれ、毒性が高く、コブラ毒よりも強力である。世界の様々な地域で様々な種類の羽隠しが急進性皮膚炎を引き起こす。急進性皮膚炎は、ナイジェリア、フランス、沖縄、オーストラリア、マレーシア、 インドネシア、タイ、シンガポール、台湾、ベトナム、インド、シエラレオネ、スリランカ、エチオピアからも報告されている。ありがとうございます。